何もない。誰だよ中日ドラゴンズ手繰り寄せろ。ちょっと助けてナラントンガラがナラントンガラが違うよ。おいわかるだろ。やべえや、なんでわかった。この余裕はインポスターズ今話題の AI お絵かき人狼やらないか超面白そう。何それ。いや、ちょっと面白そうじゃん。え、これめちゃくちゃ面白そうじゃん。俺大好きだよ、こういうの。鉄板じゃん。ワード人狼がおもろいんだよ。体一つでやるワード人狼がおもろいのにさ、プラス絵を描くっていう。あ、自分で描くわけじゃないんだ。冷凍行くわ。それ冷凍マッチあんのやばくない？なんで冷凍マッチあるの？死って書くわ。書き続けるわ。死って書き続け、きた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 ！うわぁ食べ物！死って書き、俺書いていいのこれ。なるほど！ここに書いてもらうんだ。え、じゃあ、待ってよ。え、でもさ、これとピザって書いちゃいけないでしょ。ピザって書いたらピザ出ちゃうじゃん。じゃあ終わった終わった今のは。あ、よかったよかったよかった。おじゃが池だろこれ。こいつでした。ああ！ピザ。これはピザだ。これピザです。こいつは信用できる。こいつは、白だ。どっちともたれる。色合い的にはピザに見えるんだけど、色合い的にはピザに見えるよ。色合い的には。でもこういった食べ物、終わりじゃん、俺。俺、終わりだ。俺、終わりだ。俺、終わった。ほら、めちゃくちゃもう。ドミノ、めっちゃいい。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい。ドミノ。これは、間違いない。いや、インポスターにバレない。ドミノなんだこれ。なんだこれ。ジェンガーみたいな感じで。一個下のラン。本当にさ、やっぱ IQ 低い奴らとやるのがつれえわ。こいつらが多少のな、インテリジェンス持ってたらな、わかるんだけどね。情けねえ奴らだ。うわ、ドミノ倒しにするべきだったね。怪しいぞ、パスタだもん。いや、これパスタだぜ。ああ、もうこいつは間違いない。うん。いや、あいつ怪しいわ。パスタは怪しい。まあ、こいつはもう一番白いわ。俺は持つの。What？これ何？シーフード？いや、俺はこいつだと思う。でもさ、ストイチコフはさ、逆に白くない？イタリアか。多分俺こいつだと思う、マジで。パスタだよ。なんでわかったの？あのさ、インポスター側ってさ、何のお題もなく書くってこと？それともなんか、インポスターやってみたくない？これ。食べ物だよっていう、あ、なるほど。むずっ。よく、頭いいね、今の人。一回さ、あれしよう。インポスターやらして。架空の生物おもろいでしょ、これ。いや、こういうのが一番おもろい。ナラントンガラグだこれ。どうする？ナラントンガラグ出てきたら。ナラントンガラグ出てくるかな？ナラントンガラグで。おい、バレるやん、もうこれ！バレるやん！俺によって。ってなってる。よしよしよし。なんとも言えない感じになってる。なんとも言えない感じになってる。今なんとみたいな、なんとも言えない。何のヒントもないんだもん。ピーターパン？妖精か？え、でも妖精に見えなくなくない？エルフみたいな感じかな。森の妖精？で俺のやつもさ、見方によってはエルフじゃない？ごめん、わかんねえ。森、自然、森とか自然とか神話とかですね。こんぐらいする、こんぐらいする。森、自然、神話。しかもアニメ風だから、ちょっと、混ざる。でも明らかに俺だけちょっとさ、みんななんかこういう感じで俺だけちょっと、これよくないこれよくないね、これよくないこれ。ああ？トンボ？1枚目と2枚目の、1枚目と2枚目の落差がえぐい。1枚目と2枚目の落差がえぐすぎる。何このナラントンガラクから生まれし、これ。ちょっと寄せに行き過ぎたかな。わからん。なんだろう。ドラゴンかな。妖精には見えない。わかんねえ。エルフじゃないの？でもまあそうだよな。フェアリーか。いや、しかもさ、フェアリーっぽくない？フェアリーっぽくない？ちょっとフェアリーっぽくない？俺の1枚目ナラントンガラクはフェアリーなんだよ。おもろいやん。お、今日あれだよね。今日これレート2000までやめない放送だよね。クリックしたらなんて検索したら出る？じゃあさ、俺のナラントンガラグも見られてるってこと？俺のガラグ見られてる？ガララーガも。いや、これはすごいいいゲームだと思う。で、AI うまくね？ナラントンガラグをああやって表現するってことはやっぱ、捨てたもんじゃねえなと思った。池田対策がちゃんとね、ほぼ嵐やん。ハートって書いておこう。ハートもしくは死。もしくは池田大作。さあ、ジャンル。なんか、架空のものの方がいいな。ファンタジー職業。コインポコイ。25番だぞ。鍛冶屋。いや、無事。いや、ハンマー行きたくないね。炎とかな。指輪。いや、武器は行きたくない。1枚目の情報ってマジで取られるから。鉢巻き、おじさん。これどう？鉢巻きしたおじさん。これでしょ。信じろ。鉢巻きのおじさんが一番、これだ。もう武器とかしちゃったらバレるから。ここはやっぱ反らさないと。鉢巻きおじさんだよ。ああ怪しくない？今の怪しくない？アイアンマン。鉄素材。俺や。インポスターは俺や。なんで鉢巻きおじさんってこれなんだよ。いや、もう神々しい鍛冶屋って言えるわ、これとピンポイントで。あかん、聞いて。あとなんかないかな。バレバレなワードを浮世絵で隠すっていう。完全にこのままじゃ俺だから。ビッチ怪しいね。2番怪しいな。なあ、まあ火事だよな。ぽいよな。まあ1番は白いね。で、ロイピーもアイアンマン、鉄を、ふわっつ。みんな、筋肉？いや、俺2番だと思う。さすがに。いや、フェイク使うには、1枚目の情報が悪すぎる。火事だったら。俺みたいに焦ってるはず。潜在意識を読め。いや、お前はもう間違いない。あんたは正しい。あんたが大将。もう、間違いない。うん。あんただ。あんた正しい。で、俺のお題、俺が、いいワードをバチンとはめれば、信じるから大丈夫。何にもない!でさ、鉢巻きおじさんでワード検索したらこれ出てきたんだよ。おかしいだろ。しおー、危ねえ。絶対こっちでしょ。オッケー。いや、これで、俺のさ、いや、これやんこれやんっつってる。まあ、そうだよな。バレちゃうよな。でも、それしょうがないね。でも、見破ったからいいよな。んで負けんだよ。アイアン、フランス、マン、ハンマー。汗かいてるおじさんかまどひ一生懸命スカイリム、なるほど。え、ムキムキマッチョでこれが出てきてんの鉄のような強靭な体の男。あ、ヒーローだと思ったんだ。いや、俺だって間違ってないだろ。で、これで得られるものでかくない？汗かいてるおじさんかまどひ一生懸命。これから得られるものって相当でかいわ。なるほど、わかった。これインポスターじゃない方も面白いな。偉人で行きましょうよ。いや、ダメだ！偉人ってインポスターがさ、中性的な人間じゃいけないね。だって例えばジャンヌ・ダルクだったらさ、女、女神とか出てきちゃうじゃん。バレやすいぞ、これ。遊び、ああ、まあ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 。こんなのインポスターでも。どうなアメリカ大統領、今日は一発目。バレるかな、アメリカの大統領。え、でもさ、ドナルド・トランプを選択したわけじゃないよ。アメリカ大統領がいるから、んこれって、バラク・オバマじゃん。アメリカ大統領ドナルド・トランプだみたいな。ドナルドにしろ無理無理。ドナルドは無理だってドナルドイコールドナルド・トランプじゃないもん。マクドナルド。ドナルドにするわ。ドナルドスペース、ハンバーガー。え、これもうだってバレてないこれもろだよな。でもわかんない。もしかしたら、マツコ・デラックスが、たまたまそういう風に書いちゃってるだけかもしれない。全然わからない。全然わからない。さすがに遠すぎない？ちょっと怪しい。いや、バロック調で最後の晩餐みたいな感じにして、こういう。いや、でも、さすがに1はちげえわ。2か3だ。じゃあ、アニメでドナルド・ダック。これはアニメのドナルド・ダック。いや、ピエロはもうバレる。こういう名詞やめた方がいい。アヒル、ドナルド・ダックってならない。アヒル、ドナルド・ダック、ドナルド・トランプ、トランプってならない。ね、ドナルドを検索してんじゃないよ。アヒル、ドナルド・ダック、ドナルド、トランプってならないの。遠すぎる。ならない。富豪にしようか。いや、タワーマンションとか。アメリカ、大統領、金髪、富豪、タワーマンション。これはもう、来るよ。間違いない。いや、ドナルド、トランプタワーってあるじゃん。まあ、こいつ一発目でもうトランプだよって当ててるからだろうね。しかもさ、でも、1,2,3,4,5,6,7 わかんねえ。きちでもさ、ぽくない？ちょっと。まあ、トランプだね。しくじったかな。1のパクリかな。でも2しても2じゃない？いや、これはさ、子供たちが遊んでるように見えるじゃん。一人の、トランプって一人でやんないよ。まず。まあ、俺もそうだけど。おーしゃー！え、負けてんの？あ、インポスター左下だ！ジャマイカンダニとさ、ジルマンテスを名前が似すぎてて分かんなかったわ。シート書き続けるわ。いや、むずー。いや、めちゃくちゃむずない？老婆、邪魔者。え、なんで老婆邪魔者なの？神経を選ぶ。わかんねえよ。神々の遊び、三種の神器、魂、遊具、工具、小道具。密売人、スパイ、カード、儚い女、ロシアンルーレット、最後の晩餐、イケメン。なんだよ、お前。プロじゃねえか、その道の。いや、レート1000割ってんだけど。いや、でも、これ1枚目は情報出しちゃダメよ。997の俺が言うのもなんだけど、1枚目に情報出すやつは、俺が、くったばす。超低レート体に叩き込まれた。1枚目はもう本当に、へのきっぱり。架空の生物大好きです、僕は。架空の生物で1枚目、ナラントンガラグって書くのが好きです。感情。うわ、俺インポかよ。いや、これもう罪でしょ。いや、虚無で、嬉しいだったら終わりだ。有名、池田大作にして、池田大作のなんとも言えない池田大作でしょ。そんで、その池田大作の中から、なんか、どっちと、竹中直人だ。ぶっ殺すのこの野郎、みたいな、竹中直人にするわ。これマジでうまい。これ竹中直人だ、答えは。お前この野郎、お前殺すのこの野郎、みたいな、笑いながら怒る人みたいな。出してもらうしかねえ。誰だよ！でも、ネガティブだ。なるほど。ネガティブ系。お前の手札笑ってるやつしかいなかった。その中でも探そう！一番、その中でもいるはず。どれだ？これだ！狂気おい、ふざけんなよ！怖えだろ！いや、寄せちゃダメ。これは、寄せたらバレる。池田大作。書き直しても出てこねえよ。大作で攻めるしかねえ。いやでも大丈夫。これ俺当てられたとしても絶対ネガティブな殺意とかワード当てに行く。この絵何これ、手繰り寄せろ。猟奇的だろこれ。まあ俺だろうね、絶対当てる。いやじゃあ感情はダメだよ、むずいよ。だって2倍1になっちゃうもん。ワード絶対当てるわ、このバカども。殺意とかネガティブな印象。バーカファック余裕バレてんの。貴様らのファックって書いてくわ。対一、いやもうそれはバレるよ。竹中直人と池田大作宗教。いやここでひよらなかったのがいいよな。ここでひよらずにやっぱ攻めたのが俺は勝因だと思う。これね、貫く意志もマジで大事、本当にな。あそこで貫けなかったら負けるよ。面白いじゃんめちゃくちゃこれ。俺架空の生物好きなんだよマジで。架空の生物来い。ナイスー。またインポスター。ジャンカルロ・スタントンでいくわ。絶対バレない。ジャンカルロ・スタンあぶねえ。ジャンカルロ・スタントン出てきやがった。あぶねえ。ジャンカルロ・スタントン出てきやがった。ちょっと助けて、ナラントンガラが寄っててくる。ナラントンガラ来るよ。シュッ、これナラントンガラだ。女だね。あぶねえ。スタントンが、ウタントンが出てきちゃったよ。ね、これさ、いや、これ攻めたくねえ。あんまり主張したくねえ。右下か左上だったな。わかんねえ。でも、ライノベとストイチコフが、もう、クソ似てんのね。女の子なんだよ。俺なんだけど。いや、寄せちゃダメ。ね、久本だ、もう一人。中野区婦人代表の久本雅美でーす。柴田理恵でーす。悪くない。全然悪くない。いや、これ、フェニックスだ、やべえ。鳥がなきゃやべえ。火を吐く、鳥。いや、フェニックスだ、多分。鳥系だ。ここの色だよって、みんなパピするよ。ここだよ。これ、フェニックスだ。おやおやおや。いや、これいい勝負じゃない？いや、多分、アニメで事故ってんだよ、これ。二人とも。二人ともって俺知らねえけど。俺、幼女、俺、柴田理恵と、久本雅美でいたから。俺だって、ナラントンカラグと柴田理恵と久本雅美の、これ三つで勝負してんだよ。クソすげえだろ。でも、火の鳥だ。これはだって、チョコボがいるから、多分それチョコボみたいな感じでいたんだよ。当てればいい。ワードは絶対に鳥系。違う違う。グリフォンある。フェニック。これなんじゃないの？これでしょ。ほら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 。余裕。俺のやつ見てほしい。こいつは一生懸命「フシ燃える」でいろいろ出してきたじゃん。俺見ろ。ナラントンガラグで。すげえだろ。おナラントンギャラク1枚でいいわけよ。ファイヤーボックス。なるほどなるほど。火の鳥ね。あ、俺これだったらワンチャン分かったな。おもろい。うわー、レート上がってきた。うまいね。あと1000以下のやつらはちょろいけど、1000超えてくるとぼちぼち高まってくるね。お、レベル高くなってきたぞ。1020の台。いや、本当に商人だったら繁盛が来たいんだけど。繁盛出てきたら、え？何この人？ゲーム実況者の繁盛じゃねこれ。最近そういえばあいつあれ出してるわ。いやー、これはむずいねー。ターバン、池田大作で、多分マジで出る。あ、でも、なんかちょっと宗教、そろばん！ターバン、そろばん。撮ったおじさんの写真。いやでも、その中でも、その中の6枚のうちの、ちょっと外したやつを入ればいい。大丈夫、大丈夫。もろじゃないやつ。うん。やっぱ池田大輔にすればよかった。もろになっちゃうんだよね。やっぱ濁さなきゃいけない。武器商人。なるほどね。この人も、コータも正しいな。なんか怪しいな、こいつな。おかしくない？寄せてきたな。こいつ寄せてきてるわ。おかしいよな。あまりにも、寄せてない？書き直してるよ、これ。ジャンカルロスサントンなんか。これマジで。そうそう、ジャンカルロスサントン出てくるから。いや、え？ってなるから。いや、それまでじゃない。じゃあ、ここ思いっきり外していい。ここジャンカルロスサントンでいく。で、スタントン出して、いや、ここで寄せたら、バレる絶対。椎名毒リンゴの、俺はこいつ相当、いや、俺とあまりにも似てる。しかもバレてる、これは。もう、あ、これ商人だって。あ、いいね。多分これ、もうブラフかましてると思う。ずらしてきてると思う。そう、ここだ。これで絶対、これでほら、これもう絶対、こいつも迷ってる、絶対。この余裕だよ。この余裕は、インポスター、いや、これも多分、ちょっと、ブラ振ってる。1枚目寄せすぎてるやつは、余裕があるの、2枚目に。じゃ、2枚目に対する余裕を見て、みんな。余裕ある、余裕ある、余裕ある。こいつ次第だよ。俺絶対、死んだ毒リンゴがインポスターだと思う。マジで。何逃げたって。R18 画像は規制される。いや、絶対こいつだ。いや、分かるやつに分かってんだよ。もう。だって俺たちはもう共通の商人という話題があるんだもん。あまりにも、外せるやつが、やっぱ本物だから。これが、村人側の余裕。俺のスタントンめっちゃ効いてるから。俺のスタントンめっちゃ効いてるからね、これちなみに。俺のスタントンむっちゃくちゃ効いてるよ、これちなみに。まずこの人誰だって絶対思ってんの。これが、このゲームの勝ち方なんや。1枚目めっちゃ寄せで2枚目ジャンカルロ・スタントンか、1枚目ナラントンガラクで2枚目寄せに行くかどっちかだよ。これがもう本当に、なんでか弱い女入れたんだろうな。転売や異世界転生勇者が街で出会った発信人物に出来たてのエックスカリバーをもらい受ける。で、よくこれ出たわ。はあ。え、なんでさ、これでさ、これが出たの？スタントンいいね。便利だね。ジャンカルロ・スタントン便利だな。マジで便利。ってなんなら1枚目スタントンでもいいと思う。これやっぱ、絶対に、どっちも寄せちゃダメ。最強手札は池田大作とジャンカルロ・スタントンとナラントンガーラク。俺この3つだけで勝てる、マジで。困った時アーロン・ジャッジも使う。あとジャスティン・バーランダー。お、クーパー賃貸、おい、レート上がってきたぞ、1040。すごい。インポスターめっちゃ引いてるね。てかこれさ、4人でやってんのがおもろいわ。理由はインポスターも適宜回ってくるから。ジャッキー・チェン。ジャッキー・チェンバレる。いや、中日もバレる。絶対バレる。中日バレる。ブルース・リーも、ダメ、燃えよドラゴン。桜もありだね、ドラゴン桜。リザードもバレる。7つの玉もバレるな。スタントンで。中日、落合、いいバッター、ジャンカルロ・スタントン。マジであり。え、この水色の星って、中日、ドラゴンズ！マジであり。いや、マジであり。ボールもあるし、ドラゴンボール。しかも、攻めれない。これ絶対マジあり。これ、嵐じゃない。これマジでジャンカル、じゃあアーロン・ジャッジ。いや、待って、緑、青い帽子かぶってなきゃいけないから。じゃないと攻めれない、そんなの。これマジでありだ。え、待って、クレイトン・カーショーだ。合ってるね。いや、これマジで、ドジャースのエースだよ。出てくるし、絶対カーショー、ドジャースの、絶対来る。外せないって、こんなピンポイントで。架空の生物ってやって、野球選手の名前を挙げれるってことは、あ、こいつって思うから。マジで。これ合ってない俺の理論。これ合ってない何か伝えるメッセージがあるんだ。思う。本当に。っていう理論でインポスターも攻めていこう。次も。逆に、攻めれる。超やべえやつ。いける。カメラついてたんだってか。ごめん、俺カメラついてんの忘れてたわ。あー、メッセージ性あるね。すっごいあるね。やられてる側っていうことだよね。よくある描写じゃん。なんか、人類の英知の集結が、そういうなんか古代のドラゴンによって、なぎ倒されていくみたいな。これは、もうめっちゃわかる。あー、うまいねー。これも多分本物だな。ドラゴンっぽい。鱗みたいな。あー、やべえやしかも、カーショーなのに右投げだったら終わりだおしまいでもわかるよねわかるよな、これ中日っぽいだろ中日っぽいよなおいバカバカしかいねえのかいや、伝わるだろ、中日だっていや、あ、これめっちゃいいよだって、インポスターには絶対伝わんないからね。なにこれはお前怪しいなお前これ怪しいわ。いや、ドラゴンじゃない。これは怪しい。はい、めくれました。めくったんで2枚目も攻めます。これはもう絶対こいつだから。いや、これもうめくれてる。これ次平田良介いくわ。いや、これめくれてる。もう完全にめくれた。だから俺は攻めなくていい。だから、インポスターにドラゴンって悟られないように、いかなきゃいけない。これはマジで。で、ドアラもバレる。コアラコアラでドアラ野球攻めわかるかなコアラでドアラわかるなあきつくねじゃあさ、ドアラにしよう。ドアラ出てくるよねアニメでドアラ。で、クーパーにバレちゃいけないの。ドアラでよくないめくれるか確かにダメだ。コアラで行くしかねえ。コアラ、名古屋。これどうコアラ、名古屋どうね、コアラの名古屋。これが限界。俺にできる限界。7つの野球ボールを置いたらドラゴン連想される。シェンローも。俺は絶対に妥協を許さない。これ以上は譲れない、俺の。いやでもカーショーがさ、右投げなんだよな。軍艦。ただまあ、俺1枚目、2枚目、1枚目で相当白いと思ってる、この人は。ゴジラ！なるほど。まあ、あれだね。ぽいね。ドラゴンぽいわ、これは。これはドラゴン。ドラゴンっぽい。見た目が。これ分かってくれるかなマジで。どれが一番ドアだねえ、これかな。マジ分かってくれ、これマジで分かってくれ。違うよおい、分かるだろ、ドアラだろ。こいつらバカなんだな、絶対こいつだって。ほら、よし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 、そう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 だよな、違う、そうだよな、絶対そう。よしよし、分かってる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 、伝わる。これね、やっぱドラゴンを知ってるやつにしか伝わらないものだから、これすごくいいところ攻めてんだよ。ゲッタードラゴンあるかもしれん。こいつ怪しい、ドーピンも怪しいな。いや、ドラゴンズじゃん、もうどう考えても。いや、ドラゴン、中日ドラゴンズって分かんない。星野千一すればよかったか。でもレベル高いね、今回ね。ちゃんと俺も含め、ドラゴンを一人も出してない。ドラゴンを一人も出さずに、だよ。いつかこいつだな。え、こういう場合ってどうなんの？割れた場合は。ああ、俺たちバカだ。俺たちって、バカだな。醜く争ってよ。なあ、仲間同士で醜く争ってよ。絶対ドラゴン当てらんないよ。うわー、当たるんだ。いや、すごい。これはちょっとうまかったな、この人がな。こいつがドラゴンズ唯一分かってた。どうしよう。ドラゴンズでドラゴン当てられたのか。おい、なんでてめえ中日派やってんだよ。くそー。あー、ドラゴンすぎるからやめたのか。あ、ぽい。いや、これがうまいわ。これめっちゃうまいわ。いや、今回レベル高かったね。あ、くそ、俺はもっと上のレート帯でやりたい。1040を超えた、高みで出会いたい。四角いものとか面白そうじゃない？いやー、わかんねえ。何？ピカソみたいな。ピカソの絵とかにしようよ。マインクラフトみたいな。マイクラってやっぱ全部四角い世界じゃん。カーショーの余裕を見せろ。わかんねえ。ぽいぽいよー、めっちゃくっちゃぽいよー、ルンルルン、めっちゃくっちゃぽいよー、ルンルルン。一番左のおじさんにしよっか。一番左のおじさんで、一番右おじさんだな。いや、2枚連続で来てるってことは寄せていい、ここは。いや、これわかんない。左上ダメかな。右下ありだね。ああ、右下にしよっか。なんか、すべて取れる。そんなに手応え悪くないと思う。中間択。めっちゃ中間択。どっちにも寄れるみたいな。で、次、攻めれるから。テレビっぽいよね、これ。わからん、なんだこれ。基盤っぽいよね。スタンド行って外してると思われるか。マジあり、それマジだ。これジャンカルのスタントンで、あ、こいつ外しに来てるって思わせよう。絶対にブレない。ここはマジでスタントン。それで、え、何これってなるじゃん。俺絶対、しかも筆も動かさない。どんなことがあっても俺はジャンカルのスタントンで行く。一番四角いジャンカルのスタントンで行くわ。いや、こういう駆け引きがあるゲームだからね、これは。ただ画力を競ってるわけじゃないの。こう、人間の駆け引きがあるから。で、え、野球中継か。で、テレビの要素もはらんでる。え、これ野球中継みたいな。そう、心理戦も、はらみつつ、で、俺もう、美体見て、全く動いてないし、俺。見て。他の奴らがいろんなところに行ってんじゃん。俺だけ真ん中ズドン。こんなインポスターいますか？これは、村人側の余裕。サイエンス。俺は絶対動かん。俺は動かない。俺は絶対に動かない。俺は絶対に動かないよ。ちなみに。あ、なんだこれ。テレビかな？アナウンサー？アナウンサーだよ、多分ね。いや、テレビ、パソコン。え、でも俺ね、近からずも遠からずじゃない？人間が出てて、一枚目おじさんだよ。え、テレビじゃないのこれ。バラエティ番組かな？なんでよ！なんでわかった？嘘だろ？素人こいつら。え？お札違う、ビル違う、サイコロ違う、額縁違う、パズルゲーム違う、計算機違う、チョコレート違う、トランプ違う、テーブル違う、スマホ。いや、これテレビだよな。絶対テレビ。なんで？じゃあ、ジャンカルロ・スタットン違うわ。やべえ、ミスリードされた。なるほどこれはなるほど。やべえ、うめえ、こいつら。いや、今のは確かに、あの中だったら俺が犯人だわ。レベルが高え。確かに古田敦也だったらいけてたな。でも古田敦也が出てこねえよ。次ラストにしよっか。このゲームおもろいね。めちゃくちゃ。いや、これぐらいのレート代には負けちゃいけない。アナの俺がいいじゃん。アナの俺。体の部位はダメだ。いや、やっぱ俺架空の生物だって絶対負けない。体の部位かよ、これインポスター。これバレるじゃん。いや、これは。選球眼がいいからスタントにしろ。わかんねえよ。出塁率俺も知らねえよ、スタントンの。あれ、選球が良くねえだろ、しかも題して。どうしよう、わかんねえよ、俺。どうするこれ。マジでわからない。我輩は猫で。いいね。我輩は猫である、めっちゃいいわ。夏目漱石の目。これぐらい外してていいと思うよ。マジで、一発目。じゃなきゃもう、絶対バレる。ブルーベリーなんか絶対わかる。アーモンドアイ。バレちゃいそうなもんだけどな。わかんねえ。適当にさ、お化けってやっ。うわ、うまいね。これ、後ろでもバレるだろ、これ。これ、バレるだろ。いや、でも、後ろに目がある。これ、俺、なぞらないけど、後ろに大きい目がある。見て。後ろに目がある。後ろに目があるんだよ。まあでも、タニシジャンボだな。逆に、モグラとかにして、モグラ、唯一目が、いや、こいつでしょ。あまりにも怪しいよ。あ、我が輩は猫である。悪くない、悪くない、悪くない。マジで悪くない。悪くない、悪くない。やっぱ、猫って、猫目とかさ。いや、でもこれはバレバレだな。キャッツアイとかさ。ミスリード行くしかねえか。スタートマジである。メガネ。でもメガネにしちゃうとバレるから、これはやっぱ古田って言ったらね、メガネくんって呼ばれてたのね、昔。でも外しすぎてもダメだし、まあ、3番もこれもインポスター確定、俺の中で。いや、サイコロはバレる、サイコロの目でバレるでしょ。いや、目ですやん。目ですやん、それもう。真ん中ですやん、目。虎視眈々だね。いや、わかるだろ。いや、こんな低レートのやつらとやってらんねえよ、じゃあ。3番だろ、どう考えてもさ。クソ寄せじゃん、もう絶対、もう1万、もうこんな寄せじゃん、これ絶対こいつだって、もう100だって、1秒でわかるだろ。1枚目から2枚目のこの寄せ方、もう100だよ、もう絶対3だよ。金かけてもいい。嘘だよ。なんでだよ。マジかよ、おい。クソすごくない？目じゃん。なんで？一枚目の後ろ目だって、これ。俺、こいつ超うめえと思っちゃったのに。マジかよ。目ごめん、俺が浅はかだったよ。メインブラックじゃん。メインブラックじゃんな。いや、これちょっとすごすぎるわ。もうこれ完全に目だと思ってた。いや、これはわからんわ。偶然だったんだね。戻ってきちゃった。1万まで。1000まで。一時期連戦連勝だったのにな。3連勝からの3連敗。ジャンカルロ・スタットでね、この辺頑張ってたけどね。ジャンカルロ・スタントンとクレイトン・カーショー、ジャンカルロ・スタントン。いや、このジャンカルロ・スタントンで勝っちゃったのがいけなかったな。追っちゃったね、野球の夢を。追っちゃったな。竹中直人。これ竹中直人、よかったけどね。わかるだろ、お前。この人この野郎。笑いながら怒る人。しかも、ひよらずに、池田大作宗教大パンで行ったんだよ。ここの奴らうまかったな。俺テレビだと思ってたわ、完全に。このゲーム名前なんていうゲームだっけ？忘れちゃった。いや、上のレートになれば、AI アートインポスター、AISSR、ESSR。返してもらうわ。じゃあ返金どうやってすんの？普通に金返してもらう。どうやったらお金返してもらうの？もうこう10時間やって。どんだけ動画撮れなかったんだよ。AI アートインポーターで。めちゃくちゃ苦戦してるじゃん。パートいくつ上げたのこれ。パート1で10時間やってたら、もうこれすげえ撮れなかったじゃん。全然撮れなかったんだろうな。うまいこと。